I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, so life still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows where I'd be without you. Anh Kimura có trên 20 năm chơi nhạc với vai trò là tay guitar cùng kiêm ca sĩ tại một ban nhạc rất là chuyên nghiệp ở Nhật. Và anh ấy thì vừa là đi làm và cuối tuần thì có chơi nhạc, biểu diễn ở rất là nhiều nơi. Shed a tear just as long. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. はい、こんにちは、木村勝久と言います、HR に、1月に、入社したばかりです。はい、よろしくお願いします。はい、趣味はもう完全に音楽なんですけど、まずこの音楽については、もう大学出てからなので、もう20年以上、まあ、バンドをやったりですとか、こうやって歌ったりとかしています。で、自分で曲を作ったりとか、まあ、そういったことをやっています。でそれ以外の趣味としては、大学生の時に4年間大学の山岳部というところで登山、山登りをやっていて、そこはでもう非常に厳しい冬山に登ったりとか、まあ、そういう登山というのを、やってました。ギターを始めたきっかけ、まず僕の父親がやっぱりギターを弾いていて、クラシックギターをやっていて、家にギターがあったので、まあ、そこの影響があって、家にはいつも音楽が流れていたということもあります。であと直接僕がそのギター、エレキギターとか弾き始めたきっかけ、中学の時はですね、昔日本のロックバンドでボーイというバンドがあったんですね。で当時大人気で、そこのギタリストで布袋寅泰という人がいます。でその布袋に僕らの世代の中学生みんな憧れていて、僕もそれに憧れてギターをこう始めたと、そういうことです。歌うことはやっぱりすごく気持ちの発散になりますし、で自分で曲を作って歌うことも発散楽しいですし、あとはこうやって人の前ですごい緊張しますけど歌うことですごくね、自分も成長できるし、そういった意味でこうメンタルにすごくプラスになるし、でそれのために練習もするしというので、すごくそういういい効果があります。ぜひ皆さん楽器を何でもいいので、別にギターじゃなくてもいいと思うので、初めてでも、ね、楽器苦手な人も歌でもいいし、僕もカラオケも一人でよく行くんですけど、一人カラオケでずっと最高で一人で8時間歌ったことがあります。なのでまあとにかくそういったことをアウトプットするのはすごいメンタルにすごいいいと思います。はい、そうですね。まずその僕音楽が好きなので、その楽器を好きな人、楽器を弾いてるってだけですごく興味が湧くし、友達になりたいなと思うし、本当に楽器を弾くっていうのはすごく最高の趣味だと思うので、はい、ぜひ FPT の中にも。多分たくさんピアノをやってたりとか、いろんな楽器やってる人もいると思うので、ぜひお友達になってほしいと思います。はい、本当皆さんとまだまだたくさんの人たちがいるので、まあ、どんどんこう、つながりも持って楽しく仕事をしていきたいということと、であとはそうですね、こういったイベントがたくさんあると聞いているので、まあ
できる限り。Stand by me, stand by me.